さあヘソンが早めに上がろうというところですが、もう一度小玉、ヘソン中へ入ろうって、うまく入っていきましたのシュートですが、これファールがありました。8今のプレー中に入ってスリーポイント、白戸逆サイド取ったのはグリーン、グリーンがナイスリバウンドからのシュートです。これで12対19、グリーン中へ入って長いシュート、これは決まりました。フェイスガードをつけてのゲーム必要とすることになっています。グリーンのスリーポイントですが決まりました。しかもフリースローです。バーグから中でリチャードソン、うまくかわしてのシュート、決まりました。これもナイスシュートです。追いつきました、26対26。ナイスシュート小玉です。これは突破していきました。今日はしっかりと突破していく小玉、リバウンドを抑えたのは香川。さあ速攻で一気に決めていきました。これもいいプレー。もうこれも理想、失礼します、理想ではなくありません、シュートの後のファールという形になりました。上田ナイスシュート、47対43です。20番はスロート、アウトカットナイス、リチャードソン後ろから、そしてシュートはダンクで決めました。リチャードソンです、戻ってきました。スローターが外れます。パスカットからのダンクです。シュート打てません。小玉残り2秒、一気によしシュート決まりました。これは決まりました。勝ち越し67対65です。草岡小玉、ノースヘソンが待っていますが、スリーにした、おー見事、ボールのところに選手が集まってきていますが、なんとかスルー、ヘソンからリチャードソンのターン、これは見事、ナイスプレー。残り16秒、15秒という形になって、スリーポイント打ってきた、おー見事に決めました。17番飯田のスリーポイント、阿部が入って阿部スリーポイント、これは嫌われて、ハリスがリング下で待っていました。ハリスが最後は打って決めていきました。このシュートは認められたと思います。